皆さんこんにちは、2センチです。フェイルラン続きからやっていくんですけど、こちらのゲームはですね、ストーリー性が全くもって皆無のゲームなので、過去にね、レベル1から上げてるんですけど、別に無理して見る必要はないです。こっからね、楽しんでもらえればと思います。じゃあ早速続きからやっていこうかな。で、衣装はこのままでいいかな。なんかね、消防士とかなんかいろいろなね、職業のやつもらったんだけど、ダークって自力で歩けないおじさんをゴールまで誘導してあげるっていう神ゲーです。ちょっと待って、難しいなこれ。ちょっと離島になってる、離島、離れてる島が、待って待って、ちょっと大きな一歩で、あっぷね、やめろっと、あっぷね、もうこれダメだ、転んだらダメなのよ。広告スワイプで移動、待って、できるんだけど、何これ、ないか。何このゲーム、ちょっと今のゲーム面白すぎるな、さすがに。なんかカエル、レゴブロックで作られたカエルみたいのにぶつかってたな今。微妙なバランス。で、私ね、このおじさまに名前をつけてなんか愛着持ってたんですけど、もうかなり前にあげた動画すぎて忘れちゃいました。名前ボブだったっけ。私、外国人のおじさまにボブってつけがちだから、ボブだと思う。ゴゴゴールした、ゴールした、ゴゴゴゴール、ゴゴゴゴール。ちょっとでもゴールテープに頭がつけばもうゴールなんですよ。よかった。じゃあレベル30に、今日はね、北極まで行きたいと思います。刑務所を脱出する。お前警察官だろ。警察官が脱獄しようとしてんじゃねえよ。あ、綺麗な座り方。何これ。惜しい惜しい、もうちょっと、難しいねこのゲームきっと。よし、じゃあ脱獄しようね一緒に。警察官なのに脱獄しようとしてんの、ウケんな。ダメだ。うわ、むず、この樽とかむず、固定されてないから難しい。なんかこの牢屋みたいなのもちょっと難しいねこれ。危ない、やばいかも、やばい。スキップはしない。ちょっとね、何回かミスったら出てくんだよね、スキップしますかって。まあ優しいんだけどねそこは。でもスキップ未だにね、一回もしたことないから絶対しないからな。ゆっくり行こう、ちょっとずつ行って、で、この離島、次の牢屋に移るときにちょっと大きめの一歩で、すぐ一歩。うわ、むず、これ無理ゲーなんだけど、みんな助けて。私もう10回ぐらいやってんだけどさ、絶対クリアできないんだけど。これマジでさ、制作ゲームの制作者さんさ、これやった、これ試しプレイした、無理なんだけど。今までさ、どんなに難しいステージ来てもさ、ちょっとなんか気合でなんとか頑張ってきてたんだけど、ここ本当に難しいんだけど。絶対バランス崩すんだけど。これさ、ここのステージ攻略してる人いたら、マスターです、その人は。このゲームマスターしてると思っていい。ここちょっとさすがに、レベチなんだけど、難しさが。ちょっと待って、あと5回以内に無理だったらスキップするわ。ちょっとスキップはしたくなかったんだけどな。はまんないようにしたい。来た来た来た、みんな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 、渡れた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 、来た来た来た、ここまで来た。で、こっから、うわうわ、くっそー、でっかい声出た。うまい、ここまで来れるようになってる。ちょっと上達してんの、ウケんだけど。ちょっと上達すんな私。待って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 、うわ、こっから難しい。あの樽の上に上がれないんだけど、いけんのかあそこに。うわ、ダメだ。いけるいけるいける、待って、来た来た来た。ハハハハ、めっちゃ時間かかった。10分ぐらいずっとやってたわ、たまに広告挟みながらな。マジで、うわ、いけると思ってなかった、よかった。もう何回もね、心折れそうになってたよ。サーバールームを離れる、こんなの簡単よ、こんなの簡単だから。
さっきのに比べたら、よくクリアできたな私。もうマジで無理だと思ったから、みんなもやってみて。まあレベル32までクリアしなきゃ、ここ今のとこできないっていうのがちょっとあれだけど、あ、うっそうっそ、惜しい。いつもありがとうね、ボブ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 。手つくんじゃねえ、手つくんじゃねえ、倒れるんじゃねえんだよボブ。あの、いや、ボブボブ本当に頑張ってるんですよ皆さん。私の力がないと歩けないんですけど、あ、それってじゃあ私がすごいの気づいちゃった、ここまで来た。さあ上がろう、ゆっくりゆっくりでいいよ、ゆっくりで大丈夫、ゆっくりで大丈夫。こっから行け、もう行け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 、ノリで行け、ノリで行け、くそはノリで行けよボブ。よくない、よくない、綺麗に登ってない、よくないですか皆さん、どうでしょうか。はい来た、はい来た、はい来た。ん、これ降りていいのか。いや来た来た、よしゴール。うわうまいうまいうまいぞ。でもさすがにさ、あれだね、ステージむずくなってきてるわ、厳しくなってきてる。うわ何、え、え、竹を避けてください。え、竹何その、なんか獅子落としみたいなさ、倒れ方やめてくれ。ちょっと待って。あ、ちょっとでも触れたらもうすぐ倒れちゃうんだ、ボブ。そうなんだ。うわ、むずいな、これ。あ、うっそ待ってやべえ、これ。うんとこしょ、はい、どっこいしょの、ど、ど、すぐ倒れんなって。あ、危ね、危ね、危ね、いいの？今のいいの？危ねえよ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。はい、はい、うんとこしょの、どっこいしょ、はい、うんとこしょ、どっこいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。なにこのリズム。いや、はい、うんとこしょ、どっこいしょ、はいはいはい、どっこいしょでいけ、どっこいしょでいけ、よしよし、竹に押してもらえた。これ何の職業だろう。なんかカバン持ってるか、なんか普通に、まあ、サラリーマンではないか。なんだこれ、ドア、ドア開けるのか。あなたの家を出るここ家だったの。もう普通に大地だけどね、ドアしかないけど。嘘、透明なの家、全然何も見えない私。うわ待って蹴り破んなよ。え、家出たよ、こっからなんでさ、段ボールの障害物あんだよ。あぶね、あぶね、ボブボブ、もうちょっとだよゴール。これ待って、大股でいけんじゃないか。うわっ、いけいけ、いったいった全然さ、段ボール障害物としてね役立ってなかったよ全然。何今のステージ、謎すぎたんだけど。強行突破だったよ今。柱の上を歩く、オッケーオッケー。こんなの簡単よね、さっきのステージに比べればこんなの序の口よ。あ、もうこれノリでいけますわ首の骨折れたかもしれんな、ごめんねボブ。あ、これ誰だこれ、新聞記者とかかな、売れないジャーナリストみたいな。パイプの上を歩く。あ、むず、大股だったわ、ごめんボブ。やっぱ意味わかんないゲームには意味わかんない広告がつくんだな。いけたんじゃない、嘘。待って、勢いでいったわ。あ、郵便配達員か。あー、新聞記者じゃなかった。あー、使わない使わない。いや、やっぱボブしか勝たんのよ。あ、もうちょっとで、あ、あ、むず、農場を出る。なんかシーソーっぽくないこれ。いや、これシーソーチックになってると思うんだよね。あー、ボブナイス、ボブナイス。あ、シーソーじゃなかった、全然ただの坂道だった。あ、あ、あ、カン、カン、そこに置くな、カン、そこに置くな。おい、誰だ捨てたやつ、絶対許さないぞ本当に。耕すぞ、耕すぞ、おい、脳みそ、耕すぞ脳みそ脳みそ耕すぞ。あ、あ、坂をとにかく登っていく感じか。え、待って、楽すぎるんだが、ちょっとちょろすぎる、さすがにそれは。よーし、レベル38コンプリート。じゃあ次のレベル、39。え、90% だよ。え、バーを通過しよう。やばい、これ森ステージやっと終わりか。え、これさ、え、あ、またがなきゃいけないってこと、こんな感じ。あ、いける、ノリでいけ、ノリでいけ、よし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 。ま、突然簡単、突然簡単ですわ、きたこれ。わ、森ステージもここ終わりか。建設現場を出る。え、うん、危ない、ボブ大丈夫、ボブボブボブ。あー、坂はちょっと難しいよね。よし、ゆっくりこ、ゆっくりこ、ゆっくりこ、バブバブ、ゆっくりこよし、オッケー、いいよいいよいいよ、いやー惜
しい惜しい惜しい。これある程度進んだらまたノリでいけちゃう。ノリでいけるっていうか、まあ、大股でもうゴールに、あー、プネバケツ気をつけろ、バケツ気をつけろ、バケツめっちゃなまる。あ、プネノリでいけ、ノリでいけ、よし、ノリでいった待って、いたやったー、クリアしたー、レベル40コンプリート、曲森クリア。じゃあ今日はここまでにしとくんだけど、ちょっと次のステージちょっと見ていい？ドックを離れる。わ、楽しそう。これレベル何歩まであるんだろうね。砂漠だ、次。北極クリアしたら砂漠なんだ。なんか意味わかんないね。ちょっと石を確認する。あー、そう、結構、めちゃくちゃあんじゃん。レジェンドってなんだよ。あー、動画見て、ありすぎでしょということはさ、ステージもまだまだいっぱいあるってことだよね。なんだそれ、ワクワクすんじゃねえか。で、私はね、ずっとボブで行きたいと思います。まあ、ちょくちょく浮気していろんなキャラ使ったことあんだけど、やっぱボブよ。うん、じゃあ今日はここまでにしておきましょうかいや、面白かったね今日も。うん、本当に面白いです。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。よかったね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。さよなら、グッバイ、じゃあね。